東京都でですね、都から補助金をもらっていた社団法人のコラボというところはですね、収支が怪しい、活動内容が怪しいとしてですね、都の監査委員会が確かに不正あるよねということで再調査を東京都に命じました。昨日のことであります。弁当ですね、なんか家出少女のための弁当ですね、1食2600円かかりましたであるとかですね、毎年タイヤ交換してるんですけどそれに30万円弱かかってますというようなお金を東京都から、もらっていたんですけれども、8年前のタイヤがついておったとかですね、人員のですね、6人ばかりで渋谷を徘徊してパトロールしました、それの人件費くださいであるとかですね、怪しいところがたくさんある団体、社団法人コラボという団体があるんですけれども、皆さんテレビでこの団体の名前聞いたことあるでしょうか。ネットではですね、2000万人がこのニュース閲覧しているのですけれども、テレビと新聞は一切ありませんよね。私ども先月に、今月に NHK スクランブルデモというのを開催したんですけれども、それも一切テレビ報道はされませんでした。 NHK スクランブルデモというのはですね、 NHK をスクランブル放送にしてくれと、つまりお金払わない人は見えないようにしてくれと、その代わりですね、あんたんところにテレビあるでしょと言って夜中にガンガン来るのやめてほしい、こういうようなことを訴えるデモを渋谷で行いましたけれども、テレビでは一切報道しませんでしたよね。このコラボという怪しい団体の、不正な収支、都の監査委員会も認めた不正な収支、全くテレビで放送してませんよね。これ非常に怖いことだと思いませんか。さらにはですね、関西生コンという労働組合がありまして、脅迫、恐喝、暴力行為で延べで80人も逮捕されておるという、オウム真理教の逮捕者は延べで192人でした。これに次ぐほどのですね、犯罪組織、組織犯罪、これをですね、中央の東京のテレビ局一切報道しませんよね。関西のテレビ局はちらほらと報道しておりましたけれども、コラボの問題、これと同じ構図になっておりまして、底知れぬ恐ろしさを感じております。どんだけ闇が深いのかと、コラボを守るためになんだか弁護士が6人から8人ぐらいですね、声明を出してですね、こんなこと言ってました。プロ市民じゃないと監査請求は違法だとかなんとか言ってですね、それとですね、なんすかハラスメントだって言ってるんですよね。誰しもが認められる公金の表示、公表、請求すれば団体の収支が見れる、こういう法律があるんですから、それを行使してもいいではありませんか。それが弁護士連中はですね、弁護士以外は違法だとか言ってですね、しどろもどろになっておりました。コラボという団体を擁護する連中はこんなような連中でありまして、収支も不明、活動も不明、こんなもんに年間東京都は5000万から1億円出してるんですよ。防衛のために増税だ、言うんでしたらば、まずはこういう怪しい不正な支出を見直したらどうでしょうか。これ東京都だけの問題ではないと思います。ここ千葉県にも似たような団体あるんではないでしょうか。活動も不明、収支も不明という社団法人ありませんか。東京都にはコラボ、千葉には千葉コラボ、埼玉には埼玉コラボありませんか。それぞれの、ね、県の方がですね、県に監査請求出してもらってですね、こういう動きが全国的に広まるといいな、思っております。そうやってですね、税金の怪しい支出をですね、見直して削って削って、どうしても足りない、防衛のためにどうしても足りない、こういうののために、そうなったらば増税やむなしとなるんだと思いますけれども、国も自由民主党も節税、税金の支出の見直し、これが甘いと思います。男女共同参画予算というのがありますけれども、これいかほどか皆さんご存知でしょうか。区の事業、市の事業、県の事業、都の事業、国の事業、あらゆる事業にですね、男女共同参画のため、ちょっとずつ紛れ込ませてあって、
その総額は10兆円と呼ばれております。一体どういうイベントなどをやってるのかな、調べた方がいらっしゃいましたが、何ですか、ヨガ教室であるとかですね、初めての韓国語講座であるとかですね、これなら何でもありじゃんというようなものに補助金が出てるんですよ。おかしいと思いませんか。ヨガ教室に出て普通の子供に学問を教える塾には補助金出ないんですよ。おかしくないでしょうか、こんな税金の使い方は。まず何に使われているかわからない男女共同参画予算を削って、減税しながら防衛強化も十分可能だと思います。それとですね、私が一番削ってもらいたいのは外国人生活保護、外国人生活保護をやめてもらいたい。先進国でそんなことやってるところ一つもありません。総額ではですね、年間1200億円以上が外国人の生活を保護するために使われているそうですけれども、なんで日本にいるんですか。いてくれなんて一言も頼んでないですよ。それでね、国に帰ったらって言ったら差別よないよっておかしくないですか。日本人が外国で生活に困ったら帰ろうかなって思いますよね。大使館や領事館に相談しますよね。ですけれども日本にいる外国人は生活に困ったらなんで市役所区役所目指すんですか。自分の大使館に相談しないんですか。帰国しようかな思わないんですか。帰国すればって言ったら差別ってなんで言うんですか。どうしてそこまで日本にしがみついてなきゃいけない理由があるんですか。これは日本国が甘っちょろくて他の国でやってないような外国人生活保護をやってるからですよ。そんなのおかしいと思いませんか、我々の税金で。外国人も税金払ってますよという人いるんですけれども、例えばどうですか、一度長らくアメリカに暮らしていて何百億税金アメリカ政府に納めたかわからない一度でもアメリカで生活保護なんかもらえませんよ。それはそれ、これはこれであります。それとですね、浦安支部長、佐川が言っておりましたけれども、海外への支援をやめてからにしろ、 ODA 払いすぎだ、そんなことやってる場合じゃないという話なんですけれども、どうやらですね、 G7、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、イタリアの間はですね、キリスト教の国ですよ。でそこではですね、先進国たるもの GDP の 1% ぐらいは外国を支援しないといけないよねみたいな暗黙の理由があるそうであります。日本で言ったら約5兆円強ですか。日本はそんなにはまだ海外支援していませんですけれども、キリスト教の国がですね、勝手に 1% は海外支援なんてルール定めても日本はそれに従う必要はありません。よそはよそ、うちはうち、知ったことかと。そんなのは、うちはキリスト教の国じゃねえと、どうして突っぱねられないんでしょうか。岸田総理、なかなかの優柔不断と見えてずる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 海外支援を増やしているようですけれども、なんだかっつー国の緑を守るためにこの前も何千億円かの支援を表明してましたよね。おかしいでしょ、そんな。自分の国を守るのにお金が足りないから増税します、それでいて他国の緑を守りますって、おかしいでしょ。そんな予算を出さずに増税せずに防衛強化やればいいでしょ、できないんですかと。お金が足りない、お金ください。こんなのはバカでもできることであります。